みなさん、こんにちは。フタビートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。以前、エレキギターで価格帯の違うギターを2本弾き比べしたら、それがえらい好評をいただいてしまったので、調子に乗ってアコギ編も作ってみようかなと思います。題して、1万円のギターと20万円のギターという感じでしょうか。1万円と20万円でございます。では、選手を紹介させていただきましょう。まず1万円代表、こちら、SX というブランドの SD2 というアコギでございます。まあ、定価が1万5000円なんですけれども、お店で買おうとすると多分9000円とか、まあ、1万円しないぐらいで買えるような、いわゆる入門アコギってやつですね。菊谷さんが作っている中でも多分一番安いモデルだと思います。1万円もしない、いわゆる激安モデルってやつですね。で、それに対して20万円代表はこちら、おなじみの、マーティンでございます。マーティンのトリプル OC1 という機種。ちょっとこのギター、作られている期間がすごく短かったみたいで、なんか今調べようとすると、ちょっとこうね、なんかよくわからないことが多いんですよ。でも、とりあえずカタログを見つけて、カタログによりますと、このトリプル OC1E、定価が23万円ということなので、まあ、おそらくお店の方では19、18とか、そのぐらいで売られてたんじゃないかなという感じのギターでございます。正確な売価はちょっとわからないです。ではでは、この2本のギター、まあね、2倍とか3倍じゃなくて、20倍ですからね、20倍ぐらい違うわけですからね。まあ、その違いはどういうものなのか、その辺をね、この音を聞きながら楽しんでいこうかなという感じのコンセプトでございます。ではでは、毎回恒例のブラインドテストをしてみましょうか。ここから画面を見ずに、音だけ聞いて、今1枚のギターか20枚のギターか、ちょっと当ててみてくださいませ。それでは、ここから画面を見ないでください。いきます。うーすい。では、どっちから行きましょうかね。こっちからにしましょうか。これはかけて、で、とりあえずピックでジャカジャカと弾いてみます。こんな音です。では、もう1本のギターを弾いてみます。ちなみに弦は同じマーティンのマーキスという弦を張っております。同じ弦です。こんな感じです。どうでしょうか。先に弾いたのは安い方か高い方か、なんとなく考えがまとまりましたでしょうか。それでは画面を開けてみてください。スパーンとね。正解は、2本目に弾いたギターが、こちら、マーティンでございました。1本目のギターの方が、まあ、安いギター、SX というギターという感じです。どうでしょうか。当たりましたでしょうか。まあ、正直、わかんないですよね。そんなに。そんなにわかんないですよね。でも、ちょっとこの僕が思う特徴をつらつらとまた説明させていただきますと、やっぱりこっちの安い方のギターだと、この低音とかその中音とかその、ね、音の腰って言い方をするんですけれども、そういうのが全然ない感じがすごくします。なんかこの高音がきらびやかですごくいいんだけれども、そこしかない感じですかね。きらびやかでいいんだけれども、すごいシャリシャリしちゃってる感じ。ちょっとこの低音の出方を聞き比べてもらっていいですか。低音の出方。それに対してマーティンの場合は、同じ感じで弾いてみると、
な感じで、なんかすごいこのどっしりという感というか、すごい蜜が濃い感じがしますよね。人によってはそのきらびやかな音が好きという場合だったら、こっちのギターの方がなんかこう、ね、なんか歌ってて気持ちいいとか、弾いてて気持ちいいとかあるかもわからないです。でもやっぱりそのトータル的なバランスで見ると、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけれども、やっぱマーチの方が全然その色気がある感じがすごくしますよね。こっちはひたすらやんちゃボーイって感じですけれども、こっちは大人というか、色気がある、しっかりしている。なんかそんな感じのイメージがあるような気がするんですけれども、どうでしょう。普通に6弦をボーンと弾くだけでも、こんな感じ。そしてマーティの方は、こんな感じ。1弦の場合も、ビデオカメラ越しでこれが伝わるかどうかは分からないんですけれども、少なくともここで聴いている分にもかなり音の太さが違うのが分かります。ビデオカメラ越しで分かりますでしょうか。こんな感じです。でも、この、ね、音の差がじゃあ20万円分の価値があるのかどうかという話になってくると、そこはもう全然別の話なんですけどね。なんか普通にこっちの方が好きという方も全然いらっしゃると思いますし、それはそれで全然間違いじゃないですし、センスがおかしいとか耳がおかしいとかそういう問題じゃないです。単純にそっちの方が好みだという話でございます。でも、このね、エレキギターに比べて音の完成度が結構如実にわかるかと思うので、結構分かった方多いかなとは思うんですけれども、どうでしょうか。やっぱり間違えちゃった方もいらっしゃいますかね。全然関係ない。とりあえず先ほども言いましたけれども、弦はマーティのマーキスという弦を両方とも貼っております。エクストラライトですね。ついさっき貼り替えたばっかりなので、弦の状態は全く一緒です。で、形状も同じこのトリプル O というサイズをちゃんと今回は用意しておりますし、一応条件としてはそこそこ同じものだという感じです。弾いている人も一緒だし、ピックも一緒だし。で、フレーズもできるだけ同じものを弾いてみたという感じです。けど、わかんないですよね。この例えば、なんていうんですか、その皆さんがその SX というメーカーを、ね、ご存知であれば、僕はこの SX を持っている時点で、なんで SX なのか使ってるんだよという話になるかと思うんですけれども、もしこのロゴがなくて、なんかこう動画が始まって、どうも皆さん、こんにちは、アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。なんかちょっとこのオーダーメイドで少しいいギター買っちゃいました、うふふみたいな感じで、なんかこう、ね、ウキウキしながら、ちょっと音聞いてみてくださいよとかって。なんてこう自信満々に弾いてたら、絶対騙されると思いませんか。別に騙しちゃいないんですけれども、分かんないですよね。で、一応同じようなフレーズをマーティンでも弾いてみると、聴き比べれば分かると思います。さっきも言いましたけど、マーティンの方は大人なというか、色気のあるというか、なんかそんな音がするのがわかりますでしょうか。そんな感じでございます。で、ここから普通に余談なんですけれども、まずギターやってないとほぼわかんないと思います。僕が中学生ぐらいのとき、中学校2年生とかそのぐらいだと思うんですけれども、ダウンタウンさんがやっている人気者でいこうという番組があったんですよ。で、その番組はその、いわゆる今みたいな感じで、なんか1万円のクラシックギターと1000万円のクラシックギターで、そのちゃんとプロのプレイヤーが弾いて、で、それを聴いて、なんかこうどっちが1000万円でしょうみたいな、なんかそんな感じの番組があったんですけれども、なんかそういう問題があったんですよ。で、それをすごく覚えているんです。当時、一応僕も2年間ぐらいギターをやってたわけなんですけれども、10インチのブラウン管テレビからもう聞こえてくる音でも、もう全然違うと。僕は分かったんですよ。もう全然音の太さというか、艶やかさみたいなのが全然違うから、あ、もう全然こっちの方が全然音いいじゃんみたいな感じで、こう家族とテレビを見ながら言ってたんですけれども、でもその僕の家族はもう全員分からないと。いや、同じに聞こえると。
何が違うかわからないなんていう話を聞いて、いやいや、全然違うじゃんって、すごいこのびっくりして、まあ、そんな話をしたんですけれども、やっぱりその辺はギターをやんないとわかんないですよね。で、じゃあ、なんだ、あれだ。その世の中にギターやってない人がたくさんいるわけだからね、その人たちはこういう違いを聞き分けられないと、じゃあもうね、20万円のギターとか高いギターとか使い目ねえじゃねえかと、そういうふうに思う方も結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ、言ってみればその自己満の範疇ですよ。例えばその、僕がそのマーティンを弾いて、このギターで弾いたときに出てくるフレーズと、このギターを弾いたときに出てくるフレーズとは絶対に違うんで、ちょっとこのアドリブっぽいこととか、なんかこうね、微妙なニュアンスとか、なんかそういったことは、もうこっちで弾くとテンションとこっちで弾くテンションというのはもう明らかに違いますし、まあ、そのプレイヤー の, なんかこの思い通りをなんかこう再現してくれるのがまあいいギターという感じですかね、僕が思うに。まあ、比べたことがないのでわからないですけれども、少なくとも多分こっちのギターでライブよりもこっちでライブやった方が僕はすごいいいプレーをすると思います。普通にこれブラインドであったとしても、もう普通にこの音を聞きながらやっぱプレーをしているわけなので、普通になんかこのいい音でやった方がテンションも上がりますし、なんかこういろいろとこう、ね、なんかこうアイデアみたいなのも思い浮かべますし、なんかいろいろとこう、ね、アドリブっぽいこともすごい盛り上がってくるかもわかりませんし、自己満足の世界なんですけれども、でもまあ弾き手がやっぱこれじゃなきゃダメだと、もうこれがいいと、好みがもうバッチリ決まってきたのならば、まあ、いくら20万円だろうが、30万円だろうが、そこはまあ出し惜しみをすることなく、高いギターを買ってもいいんじゃないのかなという感じです。よく初心者の方が、まだギター3年しかやってないんですけれども、なんかマーティン買おうと思いますって、そんな初心者のにマーティンとかまだ贅沢ですかねなんて、そんな質問もよくいただいたりとかするんですけれども、全然そんなことないですよ。初心者だからとか、ね、まだギター始めたばっかだから、安いギターしか使っちゃいけないなんて言ったら、もう全然そんなことはないですし、自分がやっぱりこれがいいと、これがやりたいと、これが弾きたいと、そう思うギターがあるんだったら、それは全然チャレンジしていいと思います。で、それでね、その、例えばすごいいいギターを買って、まあ、それでテンションが上がって、練習もモリモリするようになって、めっちゃ上手くなっていったら、まあ、いずれはその、ね、ギターの価格と釣り合う自分の実力になったりするわけなので、そこはまあ気兼ねをせずに、欲しいなら欲しいでいいと思います。でも、まあ、冷静に考えて高いですよね。20万円か、これ。20万円か、これ。まあ、そんな感じでございます。どうしようかな。ちょっと最後にもうちょっとだけ弾いてみましょうか。1万円のギターで弾くと、こんな感じ。これをマーティンで弾くと、さあ、どんな音がするでしょうかと。音の違いは分かるようになっていただけたかと思います。あとは好みです。ではでは、そんな感じで2本のギターの弾き比べをしてみました。何か参考になるところがあれば幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。